琴芽は、男女の双子を女手一つで育て上げ、大学まで行かせて、二人とも高級鳥になった。双子は現在30歳。琴芽は成人かってくらいいい人で、離婚前は、双子の子育て、琴芽の義母の介護をこなしてた。琴芽の元旦那はエネクスのテンプレで、育児や介護を丸投げ。おまけに、双子が2歳の時に、浮気が発覚。私も琴芽にはよくしてもらっているから、双子を預かることがあった。私たち夫婦は子なしだし、進んで琴芽を助けてた。琴芽は専業だったが、浮気が発覚してから、即座に離婚を決意。働き口を探していたので、私の会社に誘った。人員を欲しがってたし、給与もそこそこだから。元琴芽旦那は、喜んで離婚を承諾した。相手とのラブラブ生活を夢見てたんだろうね。婚姻関係を継続しよう。そうすれば、君は働かなくて済むし。母さんもあと数年の命だよ。その代わりに、僕は、相手と関係を続けるよ。な。いい妥協案だろう。と大真面目に言ったそうだ。そんな妥協もクソもない案なんて通じるはずもなく、結局離婚。その後、慰謝料は支払われたものの、養育費はバックで。琴芽は、二度と元琴芽旦那に関わりたくないと、養育費は諦めた。そして、その双子の姉の方が結婚した。どこから聞きつけたのか、姉の旦那さんに元琴芽旦那が接触。なんと、俺を養えと付きまとったそうだ。姉の旦那さんは参ってしまって、警察を挟んだんだけど、お前の父親のせいで、陰口叩かれて居づらくなった。と姉と喧嘩になった。琴芽も姉も、平誤りだったけど、溝ができて離婚寸前まで行った。結局、元の仲良しな夫婦に戻ったから安心したけど、その翌々年に、弟の方が結婚。同じ年に、元琴芽旦那が自ら他界。そして、元琴芽旦那が住んでいた家から遺書が見つかり、吸ったもんだの大騒ぎになった。その遺書の内容が、1000万の借金を弟に相続する。というものだった。弟は顔面蒼白。弟嫁はぶっ倒れた。でも、その遺書はハッタリで、元琴芽旦那には借金はなし。それが分かったとき、琴芽一家は泣いていた。私の旦那も泣いていた。本当に死ぬまでクズな男で、死んでくれて、心底を安心している。双子は幸せに暮らし、姉の方に子供が生まれて、琴芽は良いおばあちゃんになった。苦労ばかりしてきた琴芽が、幸せなおばあちゃんになれて、本当に嬉しい。相続放棄なんてわかってるよ。冷静に考えればね。でも、突然、1000万の借金なんて言われたら、頭が真っ白になるよ。結果、嫌がらせというか、最後っぺだったから、余計に腹が立ったわけで。